ユサ氏は日本の氏族、南北朝時代に三官令と呼ばれた畠山氏に仕え、子孫は河内国、能登国、越中国の守護大を務めた。ユサ氏は石関家小園である、出羽国悪美組ユザザとは本拠とし、召喚の欧州藤原氏の下で在地領主となった。その後、南北朝時代に畠山氏が欧州短大となって赴任すると、 その参加に入って、重臣となり、一族はそれぞれでは、河内、野と越中に分かれた。河内では、河和2年、永徳2年に、畠山金五家の畠山元国が、南朝の楠の木正則追悼を命じられ、河内に入国すると、湯座町森が守護大に任じられた。その後、畠山金五家が、畠山正長と、畠山義成に分かれて争うと、 ゆさ氏もゆざ長次家とおさむ家に分かれて争った。明王二年、畠山正長とゆさおさおが、明王の政変により自害する。後を継いだ、ゆざ純正は、畠山久信に仕えたが、ゆざ長教の代に、畠山種長に対して、月国城を起こし、三好長兄と結んで、畠山長常、清国と当主をすげ替え県政を誇った。しかし、 天文二十年、長京は四角に暗殺された。長京の子、湯座新京も、畠山高政、秋高兄弟に仕えるが、不和となった、畠山秋高を殺害し、結局、織田信長により、天正二年、川内湯座氏は滅亡したと言われる。また、新京の子、公京は、元気二年に生まれ、秀吉、秀頼に仕えたが、大阪の陣で、 豊臣氏は滅び浪人となる。その後は徳川忠長に仕えたが、忠長も改役され再び浪人となり、寛永15年に没した。公共の養子、長政は徳川頼信に仕え子孫は、奇襲藩士となった。能登では、ゆさ秀でより、族光が権力を握ったが、天正9年に、織田信長により処刑された。ゆさ秀で森秀より族光も織密。 ユサ長次会イコール純正体調教心教。ありがとうございます。